皆さん、こんにちは。お元気ですか？2月16日は、私の9歳の誕生日です。そこで、今回はいつものように手紙でなく、テープにしてみました。最後まで聞いてくださいね。ところで、去年の秋、第28回、ヤマハ主催、ポップコーンの本選会で、お隣の杉山香菜ちゃんが、窓ガラスのへのへのもへじという曲で優秀曲に選ばれました。まだ中学2年ですので、これからが期待されます。それでは窓ガラスのへのへのもへじをお送りします。流れ出したな
の窓ガラスのヘノヘノモヘジはどうでしたか？私はとてもいい曲だと思います。この曲は2月25日にポリドールから発売される予定です。去年のポップコーンの大会には家族全員でかなちゃんの応援に行きました。この時グランプリを取ったのはトムキャットのフラル気分でロックンロールでした。トムキャットはすでにテレビやラジオにも出演していますが、知っていますか？ではトムキャットでフラル気分でロックンロールをかけます。この曲は世界歌謡祭でもグランプリを取りました。さて今家には小鳥が2羽います。1羽はインコで名前はギリです。もう1羽は文鳥でナナです。話は変わりますが
チェッカーズの人気は相変わらずすごいですね。私の好きなチェッカーズの悲しくてジェラシーを次にお送りします。チェッカーズの悲しくてジェラシーでした。1月には学習発表会で司会をしました。クラス全員でやったオペレッタの手袋を買いにの歌の伴奏をもしました。それでは今ピアノで習っている ABC の中から2曲選んで弾きます。
これからもピアノを頑張ります。今、人気上昇中の新人歌手の一人に岡田由紀子がいます。では、二人だけのセレモニーを聞いてください。まだまだ寒い日が続きます。風邪などひかないように、お体には十分気をつけてお過ごしください。最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。B 面は音が入っていません。では、さようなら。